天台の経典六十巻を読んで、意味の難解なところを僧たちに聞いたりなどして、源氏が寺にとどまっているのを僧たちの善行によって物力で、この人が寺へ使わされたもののように思って、奉仕の名誉であると下級の友柄までも喜んでいた。静かな寺の朝夕に人生を感じては、帰ることがどんなに嫌なことに思われたかもしれないのであるが、紫の女王一人が捨てがたいほだしになって、長く滞留せずに帰ろうとする源氏は、その前に盛んな図経を行った。あるだけの奉仕は無論、その辺の下層民にも物を多く施した。帰っていくときには、寺の前の広場のそこここに、そうした人たちが集まって、涙を流しながら見送っていた。両庵の中の黒い車に乗った喪服姿の源氏は、平勢よりも優れて見えるわけでもないが、美貌に心惹かれない人もなかった。